いい、入りました。はい。220C3 で XG イタゴで、もうそろそろ買えますか？買えないとしたらいつ頃店頭で買えるようになりますか？まだ100人ぐらい待ってるんでね、このまんまのやり方だと半年かかると思います。ただ、今月ね、まあまあ入ってくる。ダメだ。全員のが行き渡るのには11月までになっちゃう。だからね、前倒しが入ってきてるんで、どんだけ前倒し来るかだろうね。はい。だから本当に、だってこれ、この間54台入って、で、10台ってこうパッパッパッて売れてって、今、もう11台しかない。C5000。最近ニンジンセラが店頭に並んでますが、イタコ釣りが転品した商品ですか？それは俺には分かりません。ね、島野がね、どこに売ったかは知りません。村さんがお店で王様チェックから外れてしまった理由は最終的にどこへ行くんでしょう？どこへ行くんですかね。どこへ行く？まあうちは一回はですね、これダメじゃんっていうのはまず一回島野に返して、組み直しっていうのをします。それでもダメなやつはうちは返品しますんで、ダメよっていう世界でね、返品します。そっからどこ行くか分かりませんが、あの辺かな。はいはい。ステラが予想よりも早くて安くてびっくりしました。予約してないのに今予約すると年内は厳しいですか？分かんない。もう2回入ったんですよ。間もなく3回目入ります。ただまとまった数じゃなくて20〜30台ぐらいずつこう来てます。C2000 ね、2台購入予定、たくさんの方からご注文いただいておりますから、うちは 全品、全部ね、今1500台入ってくる予定です。全部見てからチェックしたやつしか売りませんので。はい。転売屋対策ね、転売屋だね、困ったもんですね。はい、ね、もうはい、ほっときましょう。はい。だからそこに見に行くからいけないんだよ。そう、買わなきゃいいだけなんだよ。買わなきゃいいだけなんだよ。そこで買おうとするからいけない。あなたですよ、大丈夫ですか？あなたですよ、大丈夫ですか？はい。皆さんあれですよ、ステラ変なところで買っちゃダメですよ。変なところで買っちゃダメですよ。それ、ね、買おうとしてもダメですよ。どうしようかな、早く欲しいんで。ダメですよね、癖になりますから。テレビでニーニーステラを紹介してるとき少し涙が込んでる。花粉症です。埃とかね、はい、すぐなのよ、はい。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。